皆さんおはようございます。ランタロウちゃんのタナです。今日は皆さんにたった3分でできる超簡単な膝対策のテーピング方法をですね、教えたいなと思うんですけど、この夏しっかり走り込みをしていこうと思っている学生や一般のランナーの方々多くいらっしゃるんじゃないかなともちろん思うんですけど、この時期だからこそやっぱり膝というのはしっかり守っていかなきゃいけないですよね。で、その膝を守っていくために必要なテーピング方法を押さえておくだけでも怪我の予防にもつながるかもしれません。このコロナ禍でランニングがちょっと楽しくなって、長く距離が取れるようになってきたなっていう風に感じるランナーの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、中には膝に違和感やトラブルを感じている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういった大きなトラブルにつながる前に予防策をしっかり知っておくっていうのは非常に重要なポイントになってきますので、今日はそのテーピング方法を伝授させていただきたいなというふうに思います。今日使うテーピングはこちら、プロフィッツのしっかり粘着キネシオロジーテープということですね。で、こちらなんですけど、剥がれにくいというのが本当に大きな特徴で、この夏の時期にやっぱり走っているとですね、自分の汗やまたは給水や水をかけるときに使う水分などで、まあ、要はテープが剥がれやすくなってしまうんですけど、それを抑えてくれるというのが、まあ、大きな特徴になってくるかなと思います。せっかくつけたテープがやっぱり剥がれやすかったら意味がないじゃないですか。なのでぜひですね、使ってみていただければと思います。用意していただくものはこちら、15センチ幅のテープを4つご用意ください。よろしくお願いします。どうでしたか？すごく簡単にできるのはもう皆さんお分かりいただけたと思います。ぜひこの夏の走り込みですね、生かしてほしいですし、もし膝がすごい気になる方はこちらとこちらをですね、両方合わせてやっていただければと思いますし、ちょっとめんどくさいんだけどっていう方はこちら、膝のサポーターもございますので、こういったものをですね、ご利用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。なんでこういったテーピングや膝のサポーターを使うのかっていう話になるんですけど、長い距離を走るとももやふくらはぎに疲労が溜まってきますよね。筋肉が縮まってきて、膝の組織をですね、お互いの筋肉が縮まることで引っ張り合っている形になってしまいます。そうすると膝のお皿が滑走しにくい、動きが出にくくなってしまうんですね。そうなった時に膝の中でどうしても組織同士がすれが出てトラブルの原因を作ってしまうんですが、このテーピングをすることで膝のお皿が下に下がって固定されているという状況、これが良くないトラブルの原因になるんですけど、これを防ぐためにこのテーピングでお皿が下に下がって固定される状況を作らないようにグッと上に引き上げて、安定させるという効果があります。
そうするとですね、やってみていただいたら分かるんですけど、膝がすごく安定感、安心感があるっていうのはよく分かると思います。ただ膝の動き自体に制限がある程度かかるので、パフォーマンスよりというよりはどちらかというと長い距離を走っていくときや、ハイペースではなくて、ミドルペースでずっと続けていったり、ローペースで長く続けていくような、運動をこれからするよっていう人なんかにはおすすめのテーピング方法になりますので、これからの走り込みにですね、ぜひですね、活かしていただけたら嬉しいなというふうに思います。またこちらもですね、やっぱり長く走っていると臀部の力が抜けてきて、どうしても体幹的にと流れやすくなってくるんですね。でそうすると膝も横にぶれやすくなってきてしまい、ねじれが強くなってきてしまいます。そのねじれをできるだけ抑えようという目的もあり、ここの膝の周りをですね、取り囲うようにこのテーピングをしています。そうすることによって膝の安定性を保つことができるんですね。膝のねじれはやはり大きなトラブルの原因になってしまいます。膝のねじれをできるだけ抑えようというふうに思った時に、皆さんの筋力や技術力を上げるっていうのもすごく重要なんですけど、それはすぐには身につきません。たちまち今すぐ走らなきゃいけない、走りたいっていうふうに願っている方なんかは、トラブルが起きるな、心配だな、そのように思っている方はぜひこういったテーピングやこういったサポーターをぜひ活用してみていただければというふうに思いますので、ぜひですね、動画説明欄を見て商品情報を、ゲットしてみてください。タナでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。すいません。